皆さんこんにちは。今日は出てきた2丁目でありますジャパンカレー亭さんの方にお邪魔します。今からですね、このドラキチ模様の、美味しそうなカレー、これですね、はい、これを食べに行ってみたいと思います。それじゃあお店の方にちょっと行ってまいります。失礼いたします。はい、今日はお客さんもなんか美味しそうなカレーを食べているところがちょっと、はい、見たいので、いいですか、すいません、今日ちょっと少しお願いします。どうですかね、お味の方は。あ、美味しいですね。今回初めてですか、こちらのお店。今日のメニューは、本格カレーとそのクロスカレーね、美味しいですね、チーズ。そうですね。ね、こんな感じですか、あの、お肉。なるほど。うん。まろやかで。ああ、ルーバーですね。まろやかで。美味しそうですね、なんか。見てるとなんかちょっとお腹が空いてきちゃいましたね。後で私たちもいただきましょうね。はい。ありがとうございます。はい、皆さん、こんにちは。今日は、出来社長2丁目のカレー亭さんの方にお邪魔しております。あ、ジャパンカレー亭さんの方ですね。はい、今日は本日オーナーさんのカイさんがよくお願いします。今日はよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。はい、店内に入る時ですね、はい、カレーの匂いがもうプルプルンとしてですよ、もう本当に食欲をそそられまして、もう今すぐでも食べたいなっていう気持ちになっています。はい、カレーの種類がですね、本当にねございますね。ホワイトカレーが今年、はい、いや、すいません、去年、はい、11月に、できまして、はい、なんとか3種類のカレーの種類ができましたから、はい、これがですね、最初はタイガーカツカレーって黄色と黒でコラボしたやつがタイガーカツカレーが出ましたから、次はホワイトカレーができましたから、なんとか鹿児島の方に平山動物園におられるオルコですね、タイガーが、ホワイトタイガーっておられるんですよ。それで今度は普通のタイガーカツカレーから今度はホワイトタイガー中華するカレーをですね出したいということで、提供しようと。でもう一つ空想でもありますけど、ブラックというか黒カレーを出している以上、ブラックタイガーでもこのサントリオのカレーをですね、サントリオタイガーをですね提供したいと、そう思っておりますから、はい、ですね、3種類もあるとですね、やっぱり全て食べて帰りたいなと思っている次第なんですけど、はい、今日は最初にですね、こちらのブルクロスとして一戦今日はですね、いろんなメニューを出していただけるということで、まず最初にこちらの、はい、じゃーん、はい、こちらですね、ズームアップしていただいていいですね。はい、こちらはですね、何という、はいはい、お料理なんでしょう。これはですね、八杯汁っていう、昔から延岡の内藤ファンが内藤家の白昼、おけ中料理で提供しておったんですけど、これをですね、一昨年、なんとかみんなに知ってもらいたいために発足会を立ち上げまして、これこそ延岡八杯汁というネーミングでですね提供してるんですよ。はい、なぜ延岡ってこだわったのかというと、延岡以外に福島の方にも内藤藩がおられまして、そっちの方にもちょっと八杯汁を、郷土料理として慕われてるんですけど、延岡ならではの製品なんですかね、八杯汁を、出してるんですけど、はい、
そうですか。早速それではですね、新潟大東藩の方々が、はいはい、食べておられたという、はい、こちらの有名な餃子料理をいただいてみたいと思います。そうですね、なんか温まりそうですね。そうですね、今から、はい、冬場はこういうのが温まりますし、そしてこの皮のりがちょっと入ってるんですけど、赤ちゃんの皮のり、ちょっと本当に匂いですね。はい、香りがいい香りがする。栗の香りとまた違う香りがします。まずシールをいただいてみます。はい、ハチハイ汁です。椎茸の出汁がすごく、コクがあります。これも湧いてるんですね。そうですね、豆腐と椎茸が、主体として出しておりまして、以前は椎茸出汁で、出していたと思うんですけど、これでは癖のある椎茸だけではちょっと皆さん敬遠がちで、それでなんとか農業家のイワシが日本一だということやから、そのウニをですね、出汁に使ったということで、また一段とまろやかな味が、はい、しております。本当に柔らかいんですよ。コクがあってふわっとしています。本当に温かい時には止まらないですね。ね、なんか半杯ぐらいお代わりするぐらいしてほしいです、はい、本当にこれ終わったらもう私8杯いきますね。ありがとうございます、はい、美味しい。何のですね、大東藩の昔の方が、この料理を現代でも食べられるというのがなんか醍醐味ですね。美味しいですね。嬉しいです。実は私も前にですね、一緒に観光バスガイドをしていたことがありまして、福岡では内藤藩の方々がこの八杯汁を飲んでいたという原稿がありまして、それを、あ、そうですか、はい、それはすごいですね。それを案内をさせていただいたんですけど、バスの中でですね、いつかこの八杯汁に出会える日が来るのかなって思ってたんですけど、その当時は食べたことがまだ一切いなかったんですけど、今日何年も何年か後にこの、はい、八杯汁に出会えて食することがすごくラッキーです。ご縁が感じられます。意外な人がこういうところに、ですか、それでも本当そういう原稿が過去にあったんですね。八杯汁って本当に皆さんがいっぱい食べ過ぎて、またいっぱい食べてしまっていたっていう原稿があったんです、それ見たいですね。八杯汁食べられてたので、やっぱり八杯汁、そうですか、この味だったら本当に以上食べます。作り方とかそういうのは説明なく、ただそういう名残で、はい、ですか。そうですね、大東藩のお殿様から作られてたと思います。はい、はい、出られてよかったです。本当に貴重なお話ですよ。美味しかったです。ごちそうさまです。今日はすごい料理がですね、はい、もう次から次へと今から出てきますよ。楽しみにしてます。はい、今日はですね、こちらにカレーがございまして、なんか漬物ですかね、なんか、はい、ピクルスです。これカレーピクルスと、はい、大根のピクルス、はい、カレーピクルスと大、こちらが大根の、はい、そうですね。おお、すごいですね、はい、ピクルスでなんか食べたことないので楽しみです。こちらの、カレーライスですけど、ちょっと、ね、色がホワイトで
そうですね、ちょっとあのホワイトまでは行ってないんですけど、はい、いやいや、その白さはちょっと色付いてホワイトというぐらいで、はい、させておりますはい。こちらはまず、ホワイトカレーはいですね、はい、こちらをちょっと、はい、お店で、はい、食べていただきたいと思います。はい、どうぞ。いただきます。カラメルスライスですね。はい、この黄色いのがカラメリックになっているんですね。はい、サフランじゃなくてカラメリックっていう、はい、よくね、サフランのカレーを聞いたことあるけど、カラメリックは好きです。はい、いただきます。いただきます。あの女性に手付けの最初は甘いんですけど、後で感じてるのはピリッとスパイスが効きます、はい、もう香りがすごくですね、ターメリックの香りが食欲をどん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 そそられる味ですね。まろやかなのですね、ホワイトカレー、うん、本当にあのまろやかで、このご飯と一緒に食べるとなんか二重の味が喜びがありますね。あ、そうですか。はい。はい、うん。美味しいですよ。今あのお口の中でターメリックとこのホワイトカレーがですね、ブレンドされて、もう本当に食欲が二重になります。素敵な味ですね。カツカレーね、カツ。これは豚のヒレ肉で県産の、まあ、宮崎県産のヒレ肉ということで、あの生 の, あのヒレ肉ですから、あのじっくりあの、熟成されてる肉、はい、宮崎県産の豚肉って有名ですよね。ビタミンあのたっぷりですね。で脂肪が少ないっていう、うん、お肉がほらすごくね、いつものお肉とちょっと違いますよ。皆さんほらしっとりとして、あの層がですね、ギュッとこうお肉が締まって見えます。はい、いますね。うん、お肉がもう弾力がありまして、本当に甘いです、お肉が。おいしい。美味しいね。また、ここの、ね、生姜ですね、サクサクしてます、衣が。美味しいです。では、どんどん、おすすめ味ですね。あ、そっち。大人の方に本当に人気って分かります。そうですね、最初は甘く感じますけど、うん、まあ、少しずつこうあのスパイスも効いてきてるなくらいで言ってますけど、うん、まあ、男性ではちょっともっとこう動き強くとんがったのが欲しいっていう要望もありますが、うん、特にあの子供さんなんかが、はい、食べたいっていうイメージをですね、作っていくにはどういう方法がいいかなと思って、はい、すごくこれはあの本当にこの、はい、あんまり辛すぎないので、香りで楽しむという、で甘さがありますね、このお料理で食欲がそそられますので、次から来てるとそっから食べちゃいます。でも男性でも、はい、ね、甘口カレーが大好きで、ね、そうですね、はい、おっしゃる通りですよ。だから男性の、先ほどの男性の汁を食べ、うん、
ホワイトを食べて、はい、あの手形は女性ですけど、今日食べて、はい、そういう感じで、はい。そうですね、もう味をあの2種類とってもらって、お互いこう食べられこうしたり、すごい楽しみもね、経験がありますね。そうですね、あの、うん、このオリジナル黄色を食べればもう、出てしまいますよ、味ですからね。そうですね、じゃあ3人で来て、あの、3通りの、ね、3通りの、そうですね。味を楽しんで食べるのも、ね、楽しみですね。今日はこれを食べたけど、はい、何も食べたかったって思う楽しみと、サントリーの味を食べたりして帰るって、はい、素敵ですね。これは女性が2人、男性が1人だったら前ぐらいにあの回れるんじゃないかなと思うんですね。あ、そうですね、はい、そう思います。すごい、はい、さつまいもがこれはそうですね、さつまいもっていうか、ね、はい、スイートチップっていうか、はい、これあの手に取ってさつまいも食べてもいいですか。そのまま食べてもいいし、あのカレーと一緒にこうすくって食べる方法という方法もありますから、あのぜひそれを、まあ、試してもらっていいですか。早速、はいはい、このさつまいもチップ、そうですね、ポテトチップスみたいですね、はい、で下をですね、ですね、下をちょっと、はい、こっちの方に行ってこうすくって食べる方法、はい、あ、先に、いやいや、あのこっちをすくって、あのこういう風にすくってですね、あ、で食べ、まあ、スプーン代わりにも、そういう風にガリガリとそのまま食べるやつ、うん、ですね。そうこれをちょっとあのこうしてで味わうと、またスプーンとは味が違うかなと。変わった食感でいいかもしれません、ね、いただきます。まして、あの箸で食べる人もいるから、なんかこういうものを箸で食べる、で食べる、こういうチップで食べるっていう、なんか面白い要素をですね、作り出すのがいいかなと思うんですね。はい、本当楽しいですね。これ子供さんも喜びますね。そうです、そうです。意外と甘いんですよね。あのただ、うん、塩ちょっと、あの、まあ、なんですか、下裏の月の塩とか、あんなので、まぶしてことあると、全然違いますわ。そうですね。普通の何ですか、塩化カルシウムというか市販してる塩ではちょっと強いからね。なんですけど、あえて塩、自然の塩は甘みがありながら、またこれにつけるとより一層あの美味しさが美味しさが増してます。だから塩ですね、美味しいですもん。さつまいもの甘さが出てきますね。そうですよね。はい。このままでもいっちゃうんですけど、カレーにつけて食べるのが、うん、また面白い、うん、美味しいです。うん、音もサクサク。最初はこう、なんかこうトッピングでも結構なこう、なんかいろんなことでこうタワーみたいに作ったら面白いかなと思って、オイターみたいにつけね、なかなかあの長く、まあ、本当に長いの30センチ以上のやつをこうつけたい人たちなかなかバランスが倒れたりするから、ある程度の高さで、はい、アイデアですね。そうですね、はい、誰でもこうこしらえるんですけど、思いつきですね、これね、すごい発想ですね、本当に発想されてます。これ女性はあの後でこれを取っといて最後に食べるっていうのは、なんかデザート感覚で最後の楽しみに薄れまれますね。おっしゃる通りですね、やっぱり、うん、このチップの良さっていうか食べ方ですね、はい、で本当に美味しいです。あのポテトチップスよりももう本当に生のさつまいもを食べられてるんですよね。もう後で食べるのが楽しみですね、これ、うん、美味しかったですね。それでは、この横にありますピクルスを、はい、いただきたいと思います。ピクルス、あの、お漬物の食感と、そうですね、お漬物の風ですけど、うん、これはですね、あの、醤油風のピクルスなんですよ。ちょっとあの、普通ピクルスって言ったらただ酢漬けで行くんですけど、醤油風味のピクルスですから、
はい、すごい変わってますね。漬物と思うかもしれないけど、うん、全然違うんですよ、内容が。これあのお漬物、あの何ですかね、うん、あの大根みたいな、ね、そうです、大根で、うん、まあ、何でもあの漬け込めば、あの酢漬けはピクルスになるんですよ、うん、あの皆さんはきゅうりだけと思い込んでしまってるからちょっとあれかもしれないですけど、そうですね、きゅうりでもいいですね、うん、あのブロッコリーでも、うん、人参でも、まあ、キャロットですか、うん、そういうのもピクルスってなるんです、酢漬けになりますね、はい、そうですね、大根のピクルスですね、はい、醤油漬けですか、醤油漬け、醤油漬け、はい、醤油風味ですね、はい、サクサクですね、うん、おいしい、もうあのこのカレーをいただいてこれをいただくと合いますね、何でだろう、カレーのあのターメリックね、そういった感覚の味の後にこのさっぱりとしたね、ちょっと甘酸っぱい味をいただくと、ね、はい、このコラボしてですね、はい、うん、まあ、味通しですね、お口の中さっぱりになります、おいしい、元気でも食べれますこっちのね、酢漬けもなんか女性では体がちょっとこう、ね、元気になってきますね、はい、酸っぱいものが大好きな、ね、女性の皆さん食べてくださいね、次は、はい、カレーピクルスですね、やっぱ同じ大根も使ってますけど、この中にカレーを入れてるっていう、はい、当店のオリジナルのカレーを、を入れてるっていうことですね、はい、本当に鮮やかな色ですね、はい、カレー粉ですよ皆さん、はい、ね、サクサク感がたまらないですいただきます、あ、これは美味しいですね、独自のこちらのお店の味みたいですね、食べたことがないんですよ、すごくね、香りが香辛料、はい、そうですね、いいですね、そうですね、カレー粉の中でもダメージが入ってますし、はい、チリソースとかそういうのちょっとラブなんですかね、そういうのも入ってるんですか、はい、お店のね、はい、もうこの味はもうこちらのお店ならではの一品です、ターメリックの香りがしてですね、本当にこうあちらの南国に行ったような感じの味が今体験できます、美味しいです、うん、もうさっぱりしてる、どんどん入りますね、これだけでもあのおかずになりますので、これだけでもなんかどんどん食べていきたいような感じですね、美味しいです、はい、珍しいものをいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、それではですね、今日は、はい、次から次へとまた出てきましたよ、ジャ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 ーンって感じで、なんかすごくね、可愛らしい感じがするんですけど、何かを思わせますね、なんだろう、トラ、トラですね、そうですね、まあ、トラに行ったら、タイガーでも、うん、はい、タイガーのトラキチマロンというか、トラキチマロンですね、はい、可愛らしいですね、本当にあの、この辺りですかね、そうそうそう、タイガーの、はい、顔になっている感じがします、可愛いね、なんか本当にお店の名前でこのカレーが出てくるとね、これ食べたいなって気になってきました、それではいただきます、はい、わー、すごい、なんかこれ崩すのがもったいない感じがするんですけど、これ3つの要素で味えるっていうことが、うん、あの一つの、あの利点です、うん、というのはあの、はい、最初黄色オリジナルを食べてですね、うん、黄色を食べて、はい、はい、そして次黒を食べるでしょう、黒を食べる、黒はあのイカスミのソースっていうことを、あの
イカスミとワイン、うん、赤ワインで熟成させたあのソース、カレーソース、すごい、で、それを混ぜて食べると3つの味が楽しめるっていうことで、そう、はい、3つの味が楽しめるということになるんですね。でもう一つ、先ほど白をホワイトを食べたでしょ、うん、ホワイトをまたあの別なホワイトタイガーできるんですけど、これを白を入れたら、本当に4つ、まあ、4つっていうか、3つから4つの味が出るっていうことで、はい、3つの味が皆さん楽しめるお店ですよ。はい、そんなことも別にないですね、カレー屋さん。そうですね、カレーは皆さん、ね、あの全国裏裏、いっぱいあるんですけど、あのこのデザインで、あのまあ、検索じゃなくて、やれば、必ずあの、じゃないけど、まあ、先にこう目立つ、まあ 世界でもいいんですけど、広しでもこのデザインはここしかないっていう、はい、デザインはもうすぐ分かりやすいっていう印象があります。あもう味ですね、味ですね、味が勝負もあるんですけど、まずこう見て、あ綺麗だとか、わあというこの、そういう共感しながら味を確かめて、あ間違いないカレーやなと、もう時代の先端を行こうと、今までの煮込み方法はもういいんだ。デザイン的なアート式の、まあ、芸術ですね。そういうカレーは今からの石炭のカレーじゃないかなと私も作っております。はい、本当に子供たちからみんな人気になりますね、多分。あ、はい、あそこですよ、顔を映してください。タイガーの顔、この辺りですね、こっちに映してください。この辺りです。そうそう、それがデザイン、それがここですね、はい、それを今からちょっと、はい、どういう味なのかちょっとすごくあの興味が湧きますね。冷めになってるから、ソースだけ味わってください。もうソースをまず味わってみましょうかね、ソースを味わってもらえば、そっちでいっちゃおうね。美味しいですね。これが本当にあのコクが深いですね。ああ、そうですか。うん。先ほどのホワイトとはまた違った。そうですね。うん、ホワイトの熟成はなかなかしにくいけど、これは熟成されるんですよ。熟成されてます。オープン当時からのソースですから、まあ言うたらうなぎ屋のタレとか、ね、そういうのが繰り越し何百年というあれが歴史があって作っておりますよね、あれ繰り越し。あ、タレをですね、何年のこう、そうそう、出していって、はい、もう昔からの何十年の、そう、何十年、何百年ぐらい経った熟成されていますね。これも一つの点を使って、オープン当時からまあかれこれ3年目に突入しましたから、3年目のこのカレーの熟成がしてますから、皆さん要は私のところは何時間の煮込みですっていう方法はもう以前のものです。これはもう何ですか、オープン当時からの3年の頃繰り越しの味ですから、決して何ですかね、真似のできない熟成の味です。そうですよね、はい、全然もうこれが深い味がしました。から何十年、何百年と経つぐらいのこう、カレーを、奥深い味です。そうなったりですね、本当に、はい、本当に一口食べるとまた次から次と食べたくなるので、深いコクで食欲がどんどん出てきます。でもイカスミっていうのがちょっと私食べてみたかったんですよね。イカスミはもう本当に、つけて食べるのがシャープな味っていうんですかね、なんか違う、
まろやかさから今度こっちの、なんかね、本当にあのシャープな味がするような感じがします。ましたから4月末付けまでには、募集を、締め切らさせてもらって5月に、発表という、うん、なんで5月かって言ったら5月の26日があのちょうど3年になりますから、はい、ですね、だからあのその時に、はい、3年ということで、はい、新しいのはもうお店にこちらになるんですね。そうですね、大学は今あのまだ名前架空ですけど、3歳の大学、可愛いですね、まだ名前が架空で、ちょっと可愛いですね、皆さんの、はい、そういうことで、募集してます、はい、募集してます。可愛い大学、名前付けられるのまたね、その名前に会いに来る子供たちが、これも大学です。これも、はい、撮影でもあったんですけどね、夏用と冬が結構違うんですけど、はい、中にネームプレートですか。まあ、これはネームプレートで、はい、お店のネームプレートらしいの作られたんですね。そうですね、はい、これにこだわって、はい、なんかこれをいっぱい食べると、この一つお
しんでいる人も7秒で興味があげたいですね。ああ、そうですね。それもいい。うん、それはいいアイデアでした。いやいやいや、写真とかこれが欲しいです、個人的に。あそうですか、ありがたいですね。まず名前がつけたら、ついたらですね、なんとか、はい、飲みよかじゅう、タイガーが動き回るぐらい。そうですね。本当にあの、ね、黄色の帽子に黄色のお目当てと、はい、黄色の2個のタイガーの、もう他にないですよね。もう一度見たらもう絶対忘れられないですね。そう、まあ、まずあれですね、やっぱ印象を与えると、なんかこう、あるじゃないですか、あのどこの店というよりか、こう気兼ねなくこう愛着があるように入るのがいいかなと思って、まあ、こう少しこうメガネと帽子とか、そういうのを拝借してですね、気兼ねなく入れるような店にしたいんですが、まだまだ努力の時で、今からね、こういう名前ができたり、ついたりしたら、また違う。ね、店づくりができるんじゃないかなと思います。はい。本当にですね、ここに来られて新しい、もうすごい綺麗なお店なんですよ。はい。あのこちらに来られてもうね、3年ぐらいあるんですけど、もともとその他のところで前はあのお店を出されてたんですか。お店自体にあのお勤めはしてたんですが、以前あのもう若い頃、和食の店とかそういうこだわってやってたんですけど、はい、でも何かやっぱり自分でもピンとこないんですよ。何かまあ燃えるような商品がないかなと思って、ずっとカレーはもともと18の時からあの作っておりましたからね、はい、あのホテル前で修業でそういうのを作っておりましたけど、こういう技法っていうのはもう本当に自分しかできないなっていうのが分かってきて、作り出したのがもう、まあ、タイガーというか、これがあればなんとか農業さんの人たちに印象付けられるんじゃないかなと思って3年前に立ち上げたのがカレーの店っていう。本当にあの味がですね、上品で、なんか本当にホテルで食べたカレーにもう本当に味似てるなってさっき思ったんですよ。上品なカレーなので、だから本当にこの味はあの普通のカレー屋さんとちょっと違います。奥が深くてあの上品な味です、ね、美味しい方です、それではですね、まあ、あの今度はあのこちらの方でネーミング募集ということで、はいはい、可愛らしいね、こういった、はいはい、キャラクターの、はい、よろしくお願いします、はい、皆さんこれ見てからですね、はい、あのコメントもいっぱいお願いしますね、よろしくお願いします、はい、今度はあのこちらの方でまた新しいメニューとか、まあ、新しい企画などを今回今度は何か考えてらっしゃるところは何かありますか。はい、今後はですね、あのホワイトカレーができた以上、あの3月にホワイトデーとか、それをまあその前にあのなんですかね、男性の、バレンタインはあの黒カレーの中にチョコレートが入るような工夫はしておりますけど、3月がやっぱホワイトカレーにホワイトデーということでホワイトカレーを、まあなんとかそこへの作戦をやっていきたいし、はい、でまして1月の22日がもう間近ですから、カレーの日という日がありますから、それにまたちなんでまたカレーを提供したい、どういうふうにするのかまだ今制作中で、企画がまだ出ておりませんけど、はい、皆さんに喜ばれるようなカレーを作りたいと思います。でまたあの夏場になると当店だけしかカレーが味えない、冷たく冷やして食べるっていうか冷たいカレー、夏場に、そういう風にですね、あの冷たくても冷えても、美味しいカレーを提供しようと、邁進しておりますから、ぜひあの夏場の限定であの冷たいカレーとそういうふうな思考でやります。はい、それでよろし
ければ、はい、楽しみですね。そうですね、まあ、冷たいカレーぜひ私も食べてみたいなと思います。はい、そういうことです。いい夫婦の日って1月22日いい夫婦の日でもありますね、はい、そうですね、カレーの日ですね。それがご夫婦で見られてね、そのカレーの日来られるのもいいですね。あ、そうですね、はい、勝手にいい夫婦って私が考えただけなんですけど、すごいですね。もういろんなアイデアがたくさんのカレー屋さんですね。他のところではちょっとない、はい、いろんな種類とこれからのイベントですね、カレーイベントが行われますので、はい、ぜひこのジャパンカレーデーさんに皆さんも一緒に、はい、あの恋人に一緒に2人で来られてもよし、ご夫婦でも来られてもよしということで、こちらに遊びに来てくださいね。ぜひよろしくお願いいたします。あの場所は、そこの東小学校の100メートルほど西の方に来たところにございます。お隣が、アラスカさんですね。ですからアラスカさんの横になります。駐車場もあの前の方に完備されていますので、ぜひあの車でもお越しください。それでは本日は本当に小野さん、大佐、どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。はい。